ムロス君の顔面ってなぜこんなに変わるんでしょうね。先日衝撃的な話が舞い込んできました。テーミスさんで小室くんの顔が巨大化していると、これはアクロメガリー病、そういう可能性も実はあると。顔が日に日に大きくなっていってるらしいんですよ。そして小室くんもこれを気にしてるわけなんです。でニューヨーク総領事に泣きついてると話もあるんです。身長とかで写真が結構出ますよね。確かに巨大化していってるなぁと。でこの動画いろいろコメントいただきまして、整形の後遺症ですかねというご意見もありました。ヘイミスさんだったら当たってるかもねと。だって過去にも結局当たってたしねと。まあ確かにそうなんですよね。整形の失敗か後遺症とか、この人以前から顔大きい方ですよねとか、そういうご意見もいただいてるんです。まあ、私ね、顔のサイズを比較してみようとお話をしてました。でリスナーさんが、ね、すごいちょうどいい画像を提供してくださったんですよ。こちらなんですよ。非常にこれ素晴らしい比較だと思います。角度もほぼ一緒ですし、新旧比較ですよね。これを見たら圧倒的に違いますよね。顔がね、鼻とか唇とかの方も違いますし、眉毛と目の距離ものすごく近くなってますし、額がかなり出てきてるんですよ。この原因がアクロメガリーなのか、整形なのか、整形の後遺症なのか、いろいろ説があるような気がしますね。ただ、事実として言えるのは、顔全然違いますね、と。まだ左方はあどけなさがあったんですけど、右はどこかね、ちょっとプロ臭が感じると。ニュースピックアップっていうところに、こういう記事もあるんですよ。小室圭さん、マスクを外した姿にネット騒然。完全に別人であると。数百万かかってんじゃないかと。こういうご意見があります。マスクで分からなかったけど、整形手術で完全に別人になってるでしょ、これはと。2年前の小室の顔と今回帰国した。この比較は小室が帰国した時です。そっからも顔変わってますからね。何回するんですかと。で、仮に整形であれば、どこから金出てるんですか。今回帰国した小室圭、明らかに顔が違うと。整形したとしか思えないと。整形するような金があるなら、母親の元婚約者に返済する方が優先されるべきであろう。まさにおっしゃる通りなんですよ。小室圭さん別人と言っていいほど顔が変わってますねと。整形したんでしょうかと。さすがに無理じゃね？なんていうか、後ろ姿の頭と肩の感じが前の小室さんと同じだなと思った。よって影武者ではなくて、やっぱり整形だと思うと。顔が明らかに変わっているので、違和感を感じざるを得ないなっていうわけなんです。二重がものすごくパッチリしているし、涙袋まで形成されているわけです。まとめサイトもありまして、小室くんがやったと思わしき整形のまとめみたいな、あくまでこれは可能性だと思うんですが、鼻にプロテーゼ、鼻先を長くした、団子鼻をすっきりさせた、目頭切開、二重してるんじゃないか、涙袋形成、唇にヒアルロン酸入れてるんじゃないか、唇は頬とかにボツリヌス菌注射とかもありますからね、これやるとちょっとシュッとなるんですよ。まあそれもあるかもしれないですね。なんかキュッと、まあ若干口角が上がってるような感じもする。多分これフェイスリフトやってるような気がしますけどね。おでこにプレート。おでこにプレートというよりは、おそらくフェイスリフトの結果そうなったんじゃないのかなって思ったりするんです。まああくまで予想ですよ。顎のラインをきれいにした。プロテーゼ全然あるかもしれませんね。そういうお話も出てきているし、鼻中隔延長。これ確かにそうだと思うんですよ。鼻中隔延長っていうものは、軟骨を取ってきて、耳のとこから。で、これ鼻中隔に当てはめるんです。そういう手術があるんですよ。鼻中隔延長術っていうんです。こうすると、鼻を自由自在に結構ね、いじれるんですよ。ですから、小室くん、鼻がちょっととんがってるじゃないですか。若干。旧画像に比べると、長くなってるよね。こういう鼻中隔延長ももしかしたらやったのかもしれません。可能性としては全然あるんじゃないですか。明らかに違いますもん、だって長さが。あとは涙袋形成です。涙袋形成ってヒアルロン酸を注射するんです。ヒアルロン酸高いですよ、相当6万とかしますから注射で打つんですよ。まあそうしたらぷくって膨れますから涙袋も作れちゃうんですよ、整形で。新旧比較をするとこの涙袋なしとありで比較すると本当に左の対比がもうまんまこれですよね。ちょっと見てください、これね。新小室圭はね、
涙袋がプップクってあるわけですよ。しかし旧小室圭はないわけですね。これ涙袋やってんじゃないのって僕は思わなくもないです。あとは目頭切開、二重がものすごくパッチリになってるんですよ。左の方はそんなパッチリはしてないんだけども、右の方はもう目頭まで二重がいってますもんね。すごいパチッとしてるわけですよ。こういう目頭切開とか、この毛孔肥だっていうとこ切るわけですよ。ピャッて切開するわけです。そしたら外国人みたいな結構はっきりとした目になるんです。目がかなり大きく見えたりするわけですよ。で、二重もこうかなりラインが強調されるんですね。そういうものをもしかしたらやってるかもしれないし、まあ埋没か切開法がありますけど、その辺をやってるかもしれません。そしたらまあちょっと奥二重気味なんだがパッチリするんですよ。すごいね。さすがにハイプ使ってるとこはないと思います。やっぱ気になるのは目と眉毛の距離が明らかに近くなってますよね。外国人の方だとこういう人多いですよね。外国人の俳優とか目と眉毛すごい近いですよね。ちょ、小室くんの場合はちょっとミスってますけども、まあ、例えばフェイスリフトとかね、そういうのも考えられるかもしれないですね。なんか額が出っ張ってる結果こうなってる気もするんですけども、これは成長ホルモンによるものなんかは分かりませんが、明らかに出っ張ってるわけですよ。でフェイスリフトとかをするとこういう新旧の比較を見てもらったら分かるように、ちょっと近くなってるでしょ。引き上げられるんですね、パッとね。目とかいろいろやり方ありまして、糸何本も入れたらいいとか、8本ぐらい入れてバッと上に上げるとか、それだとちょっと持ちが悪いから切開してガチのフェイスリフトをするか、まあどっちかだと思うんですね。まあバイデンとかもやってると思いますよ、おそらく。それは見栄えが良くなって選挙に勝ちやすいからだろうね。そういう意味でやってるんでしょうけど、あとは眉毛が新旧で比較するとこの旧の方はちょっともじゃもじゃしてるじゃないですか。新の方は整ってるんですよ。もしかしたらわかんないですけど、アートメイクをやってるっていう可能性もあるからね。そんなことより胸毛脱毛したらどうですかって思いますけどね。そもそも全身脱毛に行ってほしいけど今上げた整形かなり高いですから、プチとかじゃないもんね。切開とかになってくるとかなり高いし、ダウンタイムとかもありますから、 2,3 ヶ月とかはダウンタイムありますし、糸とかだと全然1週間とかで済むんですけど、相当痛いですからね。飯食えないですからね、普通に。まあそのレベルで来ますから、この子はもし整形だとするならば、いつやったのかなって僕は思いますけどね。もしくはアクロメガリ病とかで成長ホルモンの異常が起きてこういう風になってるのか、まあ、どっちかわかりませんけども、まあ、間違いなく言えるのは顔は変わってますねって思うわけですよ。面積的にはまあちょっと前に出っ張ってる感じなのかな、ちょっと大きくなったかなぐらいですね。どちらかといえばなんか前面にボンボンみたいな感じになってると思うんですけど、というわけで比較をしてみました。何をやったのか皆さんどう思われるでしょうかって感じです。これは明らかにいじってると思いますけどね。なんでもう涙袋とか自然にできるんですかね。めっちゃ疲れてたかもしれないですけど、いやいやくっきりしすぎでしょって僕は思いますけどね。はい、まあ以上です。じゃあしかしバイバイ、さよなら、ありがとうございました。最低最悪の言論弾圧が始まるんではないか。4月1日付で受表者が出している人事異動なんですけども、藤原舞子さんが警察省の長官官房付けから広報室長になられたと。超エリートです。紀子様のですね、狙いに関してご紹介したいなと思います。開かれた皇室は完全に崩れてしまうんだなと思います。閉ざされた皇室になりかねない。英宮専門の公安警察として機能でもしたいんですかと。取締室ですか、他にも警察庁の官房長官付けから管理部長になられる方もいらっしゃったり、人事も動いてるわけですよ。かなり大きな変化がもしかしたらあるかもしれません。そして皇室の名誉を損なう不適切な出版物想定するとされている。皇室の名誉を損なっている不適切な皇族がいらっしゃいますよ。それをまず正すべきなんじゃないんですか。今後は批判を許さないということなのかと疑問を持たざるを得ません。なおかつ皇室 SNS を広報をやると言って油断させてきたつもりかもしれませんが、これは英宮のよくやる手法ですよね。例えば合格書はおそらく最初から佳子様の住宅だと決まってたかのような想定されてます。住宅って2016年段階で登録されてますから、そもそも事務所に想定されてなかったかもしれませんけどね。まあ裏ではそうだったわけですけども、事務所兼収蔵庫として利用するとメディアに散々言ってきたにもかかわらず、英宮家の別宅にすり替えられてるんですね。
皇族 SNS であったり広報室も同じようなことが言えるような気がしていて、最初広報と思わせて油断させておいて蓋を開けてみれば取締室だと、そういう匂いを私は感じます。藤原舞子さんね、経済安全保障室の室長ですからね、普通の平とかではないわけですよ。しかも経済安全保障室っていうのはかなり重要な部署なんですよ。実は新設された部署なんです。2022年の5月30日に記事が上がってるんですが、ソフトバンクとか積水元社員が機密情報を外国に不正に取得したり漏らしたりして有罪判決を受けるとか、情報が中国とかに流れるケースが確認されてるんですよ。そうした時代を受けて2022年度から経済安全保障室を新たに立ち上げられたんですね。そこのトップ室長を張っていたのが藤原舞子さんです。40代ですよ。相当お若いですし、京大法学部卒ですし、間違いなくパワーエリートでありまして、かなりのエース級の人材がなぜか広報室の室長に来るんですね。そして藤原さんは身が引き締められる思いであると、かなり気合を入れてらっしゃる。広報室の本当の狙いは取り締まりであったり弾圧であったり批判の撲滅が狙いなんじゃないのかなと思います。批判を根絶やしにする、まずは週刊誌とかから行くのかなと思います。皇室の名誉を損なう不適切な出版物などへの対応を想定するって恐ろしいこと言ってますからね。これはエイミアが大好きな憲法の言論の自由を侵害している行為であるのは間違いないでしょ。そしてエイミアはこんなことをする前にご自身のダメな行いを直されてはいかがでしょうかと、紀子様も聞く耳も持たない、もう対処のしようもないから弾圧の方向に舵を切ったんでしょうねと思わざるを得ないですね。取り締まるわよと、エイミア批判は許さないとタイトルが女性自身に踊っておりました。非常に危険なことをしている気がします。エイミア専門の治安維持法でもやりたいんですが、僕は広報室大反対です。こんなことをすれば皇室から離れてしまいますよ。そう思いませんか。開かれた皇室って言ってたわけです。なぜエイミアのために閉じるんですか。 SNS って結構頓挫してるらしいんですよね。なので順番としては批判を根絶やしにして、そこからプロパガンダめいた情報を出していく、つまりエイミアに有利な情報とかを出していくんじゃないのかなと思いますね。今ある佳子様の公務であったりとか、いらない情報がバンバン流れてるわけですね。ヤフコメには批判が殺到しております。あんなものいらない公務ですから、プロパガンダ植え付ける目的のためにおそらくやってられるんでしょうね。ただ批判がやっぱり強すぎますし、週刊誌さんも真実を明らかにしようと頑張られておられますから、そういう動きがエイミア家にとったら邪魔なんですよね。公務が逆効果になってしまってる、プロパガンダがもう効かないような状況になってるんですね。ですから弾圧の方向に舵を切ったんじゃないのかなと私は分析しています。で、女性自身非常に踊るタイトルです。紀子様エイミア家批判は許さないと、新設広報室長はスパイハンター。我々スパイなんですか。あとは秋信が陛下のことをかなり苦労してますから、そっちが先なんじゃないですか。積極的な広報や新たな情報発信方法を検討するため、新年度の4月1日から宮内庁に新設された広報室、そこでも室長を張られるということは相当優秀なんでしょうね。エース級が来てると。民間からも人材を登用し、なんと10人ほどの人数でスタートすると。最初から10人ですよ、広報室で。私ベンチャーとかに聞いたことあるんですけど、広報なんて1人2人しかいなかったですよ。それが10人とかいる、気合い入れすぎでしょ。この人数から本気度が伝わってきます。例えばこの人たち年収500万払うんであれば、年間で5000万かかるわけですよね。税金ですよ。藤原舞子さんとかは多分500万で収まらないと思いますから、もっとかかるんじゃないんですか。エイミア様と紀子様もこれまでなかった新部署に大きな期待を寄せていらっしゃるようだ。エイミアご夫妻は皇室の中で最も報道やインターネット上に書き込みに悩まれてきましたと。それは悩むんであれば直していただきたいですね。マコの結婚騒動以降、エイミア家に対して多くの批判が国民から巻き起こって、心ない中傷まで多く広まりました。ご夫妻はどう対応すれば中傷や批判が減るのかと苦悩されてきたと。
特に紀子様は皇室のイメージ回復について心を砕かれてきました。英王室など世界の王室で活用されて国民の親近感を高めることに役立っている SNS 活用についてはこれから検討が進むことになりそうです。ほら、検討なんですよ。 SNS って言ってきたじゃないですか最初。嘘ですよこれ、こんなやる気ないでしょ多分。で、まずは宮内庁のホームページのリニューアルなどから着手すると。宮様2021年と2022年のお誕生日に際しの記者会見で皇室の情報発信のあり方について述べられている。 SNS が発展してますから、こんなことをすると逆効果にしかならないと思います。テレビだけの時代だったら聞くかもしれませんけど、 YouTube であったり Twitter とか他のネットメディア、ウェブメディアが発展して、我々は情報を選択して取得することが可能になったわけです。選択できるにもかかわらず、なぜエイミアのプロパガンダを信じる人間がいるんでしょうか？そんな人間は皆無ですよ。その状況で上から押さえつけをやったとしても、それは簡単に見破られるし、だからこんな記事が出てるんでしょ？さらに、ね、燃え広がるんじゃないのかなと僕は愚行だと思ってます。2年前の関係では、皇室に対する誤った情報への反論について、基準を作る必要性を認めつつも、エイミアご夫妻の期待の強さもあって、責任者である広報室長にどのような人材が起用されるのか宮内庁内でも注目が集まっていると。白羽の矢が立ったのは各都道府県の警察を指揮している警察庁の女性キャリア官僚だったということは、もっと出世されるんですから大役を任される感じなんでしょうね。広報室長に選ばれたのは警察庁の警備局の外事情報部で経済安全保障室長藤原舞子さんでしたと。経済安全保障室長の仕事はどうなるんですか？2022年に新設されたばっかでしょ。しかも中国からの情報スパイみたいなことは相次いでるわけですし、まだ解決してない問題ですよね。それをほっぽり出してまでなんでこんなとこに来るんですか？優先度おかしいでしょ。経済安全保障室は昨年発足した部署で事件の捜査指揮を取っている。なおかつ情報収集、企業などに対し情報管理について助言する活動を行っているスパイ対策のプロ集団って言われてるんですね。情報管理のプロなんです。藤原さんはこういうふうに言う。自分の会社には狙われる技術はないだと楽観せず当事者意識を持ってほしい。今後は大手企業だけではなく高度な技術を持つ他方の企業などにも積極的に働きかけていきたいと。狙いとしては宮内庁職員とか皇宮警察から情報が漏れ伝わってると思うんですよね。情報週刊誌漏らさないように管理を徹底される可能性もあると。もっと情報が出てこないようになってくるでしょうね。隠された秋篠宮家にするつもりなのかなと思います。そして都合のいい情報だけ流してプロパガンダをして H の即位に向けて準備をすると狙いがあるんでしょうね。かなり期待されてるそうですから、まあ紀子様は今頃喜ばれてるんでしょうね。エイミア紀子様もこれまでになかった新部署に大きな期待を寄せていらっしゃると、コメント読みましょう。本当に恐ろしい皇室になったものですねと。一部の宮家を守るために困難したら皇室全体のイメージ低下につながるわけですよ。一般的に言論の弾圧をするというのは反発が起きる今の時代、しかも見破られるわけですね。時代全く合ってないんですよ。それをやるっていうことは当然イメージ低下が起こるわけですね。これは皇室全体に残念ながら波及してしまうんですよ。エイミアのせいで皇室名誉を損なわれてるんですよ。こっちを正すべきなんじゃないんですか。天皇陛下や皇族全体のイメージダウンであると。広報室になぜ警察幹部が就任するんですか。本来ならマスコミや IT 企業の情報に精通した人材を当てるでしょう。広報に特化したマスコミや IT 企業の情報に精通した人選を当てます。警察幹部が就任したことはこれから一部の宮家、英宮家、文人が言っていた国民を攻撃する基礎固めとしか思えない。恐ろしいよね。あなた税金で暮らしますよね。その税金の元は我々が頑張っているからです。汗水垂らして働いてるから、その国民を取り締まろうとするんですか。しかも我々が発してる批判っていうのはあなたが原因です。あなたが問題行動するから我々は批判しているんです。正しい行動してほしい、そう思って助言もしてあげてるわけですよ。それを弾圧するんですよね。何やと思ってるんですか国民を。自分のことしか考えていない皇族の自覚が全くないと思います。失格だと思います。こんなことするなんてありないでしょ。で、恐ろしい皇室であると、このような発言が出てるわけですよ。ネガティブな意見や声がなぜ出てしまうのかの原因を探って、根本的な対処を考えて国民と皇室をつなぐ役目を持つのが広報室でしょうと。
取り締まるだけでは批判はますます増えるでしょう。押さえつけられたら誰しも反発しますよ。だって納得できないんだから。地下に潜って皇室廃止論が活発化するだけだと思う。また皇族の人数が減少する中で、なぜ報道室と広報室の2本立てにする必要があるんだろうと。報道室を強化して本当の広報専門家を増員すれば済んだ話と思うと。現在の警察主導の宮内庁の在り方が国民との圧力を無原因となっている。批判を分析し、皇室自らの改革がなければこの問題は収まるはずもない。陛下は欧州の王室みたいにもっと気軽に情報を発信するべく SNS の活用を希望されたと当初報じられました。それに対して報道に反論すべきと言ったのは、皇位継承権、暫定1位のこの人間。新設された宮内庁候補室は、近所陛下のご意向より暫定1位の意見を優先したようですね。あまりにもひどいと思いませんか？こんなことしたらダメやろ。恐ろしいことしようとしてるんですよ。発足しましたからあれですけど、講師についている職員も兼務としてメンバーに入っているところからも、誰のための何のための広報室なのかは明白であると。閉ざされた皇室というより、国民の口を閉ざすことが目的と思われても仕方ないでしょうと。せめて天皇家や高円宮家の素晴らしい活動を伝える量を増やして、今までの報道量の偏りの異常さは是正してほしいというわけですね。これで押さえつけても国民はそんなものに負けはしません。絶対に負けないと思います。私は負けません。この広報室失敗すると思います。はい、以上です。それでは皆様ご一緒に近いお疲れ様でした。じゃあね。